クトゥルフ神話。この記事は、失踪した記事作成者を調査する中で当局によって発見された手記の写しである。この度、記事作成者の行方を調査するにあたり、有力な情報を得るため、当局が公開に踏み切った。手記を見る限り、記事作成者は精神が錯乱しているものと思われるため、この記述をすべて信用してはならない。概要。クトゥルフ神話とは、米国の怪奇、幻想小説家ハワード・フィリップス・ラブクラフトの小説群を元にした、架空の神話体系である、はずである、創作物なので、現実には存在しないはずだ、いや、何でもない。遥か太古に外宇宙の彼方より飛来し、この地球に君臨していた旧支配者と呼ばれるおぞましき存在が現代に蘇る、というモチーフを主体としている。大概の作品の主人公はわずかばかりの好奇心や興味から、旧支配者やその眷属たちについての信じがたい真実を目前としてしまい、想像を絶する狂気と絶望の果てに凄惨な最後を迎えることとなる。神話に関されたクトゥルフとは、クトゥルフの呼び声、に描かれる、旧支配者のうちでも代表的な存在で、タコのような頭部、コウモリのような翼、巨大な爪のある手足を持つ軟体動物のような存在として描かれている。日本では、クトゥルフ神話、の他に、クトゥルー神話、クリトルリトル神話、などの呼称も存在する。クトゥルフ神話の成り立ち、ラブクラフトたちによる創作。米国の作家 H.P. ラブクラフトは、自身の著作に、怪奇小説に独特の雰囲気を与えるため、独自の神話、神明とそれに付帯する土地や書物、アイテムを創作するというアイデアを思いついた。そうした中には、自身の夢に登場したものも含まれる。また同時に、そういった設定と実在の土着神話との関係を、暗に、匂わせるという手法も使用する。この手法は、情報の往来が現在ほど発達していなかった、ラブクラフトの執筆時期にはマッチしていた。ラブクラフトはさらに、彼が寄稿していたパルプ雑誌、ボヤードテールズ誌の作家仲間であるフランク、ベルナップ・ロング、クラーク、アッシュトン・スミス、ロバート、E、ハワード、ロバート、ブロックら複数の作家たちの間で共通の固有名詞を共有した。そうした中でクトゥルフ神話の源流となるものが構築されていった。ラブクラフト自身はこれらの作品群をまずはアーカムサイクル、アーカムモノ、などと呼んだ後、1930年頃に、クトゥルフその他の神話、戯れに地球上の生物を創造したネクロノミコン中の宇宙的存在にまつわる神話、という文章を残している。ラブクラフトは存命中に高い評価が得られず、大手出版社からの単行本刊行も企画倒れに終わっているため、出版数は少ない。しかし、時折アンソロジーに収録されたことから英米にコアなファンが存在した。そして、オーガスト・ダーレッスが登場する。オーガスト・ダーレッスについて、クトゥルフ神話の体系化。ダーレッスもラブクラフトと同じく、米国の怪奇作家であり、彼の作品にはラブクラフトの影響を受けたものも多い。ダーレッスによる、ラブクラフト風の作品の多くは、神々の対立構造という全悪二元論的解釈と、四元素説を元にした神々の属性分類など、独自の設定が盛り込まれているのが特徴だった。ダーレッスの付け加えた付加設定は、一般人にも理解しやすいようにする、のが目的だったというのが定説である。ラブクラフトの死後、ダーレッスは死とも呼べるラブクラフトの作品がうずもれたままとなってしまうことを危惧し、また、死に相応の名誉を与えたいとも考えていたようだ。彼は、アーカムハウス、というラブクラフトの著作を管理する出版社を設立し、生前はほとんど出版されなかったラブクラフトの作品の単行本を出版するとともに、新しい作品を書いていった。その中でこれらの作品は、クトゥルフ神話、として体系化されていった。こうして現在の形を成すようになったのが、世に知られる、クトゥルフ神話、である。ダーレッス後、近年に至るまで。ダーレッス没後、とりわけ1970年代、リン、カーターが次々とクトゥルフ神話関連作品を刊行し、ある種のブームを巻き起こした。それ以降、影響を受けた作家が新たな設定を次々に加え、邪神の解釈などは違うものの、共通の世界観をベースとするシェアードワールド的な拡大を続けることとなった。現在その全貌を知ることは困難を極める。ラブクラフト派とダーレッス派。前述したように、
ラブクラフトとダーレッスは対立していたわけではないが、後継の作家やファンの中にはダーレッスの組み込んだ全額二元論や、属性付けを嫌う者が少なくない、というのもラブクラフトは、彼が理想とする怪奇物語として、無機質で高額な宇宙においては人類の価値観や希望などは何の価値もなく人はただ盲目的な運命に翻弄されるのみである。という思想、宇宙的恐怖、コズミックホラー、というものを掲げていたことが知られているからである。これを平易に説明すれば、人間をアリに置き換え、人間社会をアリの巣の中で完結しているような社会と考えればよい。アリには、大気、や、人間の足、という認識はなく、人間が大気をかき分けてアリを踏みつぶし殺害したという事象はアリからでは理解できず、そこにはアリでも認識できる程度の欠陥、つまり潰れた同胞の死体が残るのみである。アリに比する人間、つまり人間に比しての、宇宙的存在、がなす、事象、は、アリのように矮小な人間には理解できず、ただ意思疎通も理解も拒まれる絶対的他者への、宇宙的恐怖、コズミックホラー、のみがそこにある。というような思想が少なからぬラブクラフト作品の根底にある。そのためクトゥルフ世界が普及するにつれて、ダーレッスが持ち込んだ全額二元論などの、人間的に解釈できる、要素付けはラブクラフトの思想とは反するものだとして、嫌悪の対象になることもあった。しかしこれらの作品を作り上げた1920年代当時、ダーレッスは熱心なアマチュア作家に過ぎず、ラブクラフトの世界観の普及というテーマに取り組むのはだいぶ後になってからのことなので、単純に自分が面白いと思って付け加えた設定に過ぎないと考えるのが自然だろう。そして、ラブクラフトもまたダーレッスの作品を高く評価し、インスマスを覆う影、においてダーレッスの旧神にまつわる設定を取り入れた可能性が指摘されている。故に、便宜的にではあるが、ラブクラフトの思想と手法を受け継ぐと自認する。つまり理解できない事象を理解できない恐怖として表現するものをラブクラフト派、ダーレッスの設定を受け入れて理解できない事象を理解できる恐怖として表現するものをダーレッス派と呼ぶことがある。クトゥルフ神話の体系化。実際の、クトゥルー神話の体系化、は、3段階で進んでいった。第1に、フランシス、T、レイニーが1943年に手掛けた、クトゥルー神話小辞典。旧支配者という用語をラブクラフトやダーレッスの用法とは異なる邪神軍として位置づけたのはこの小辞典をもって講師とする第二にリン・カーターが若年時に同人誌に発表したクトゥルー神話の神々クトゥルー神話の魔導書があるこれらの資料はアーカムハウスの本に掲載されここで体系化されたクトゥルー神話周辺設定が読者の共通知識として定着していったそして第三が1980年代にケイオッシアム社から発売された、クトゥルフ神話 TRPG、クトゥルフの呼び声、における設定で、外なる神、の存在をはじめ、強敵なクトゥルー神話の設定は多くの部分をこの TRPG によっている。国内におけるクトゥルフ神話。国内においても影響を受けた作家は多く、マイナージャンルではあったが、作品の日本語訳をはじめとして、クトゥルフ神話の流れを組んだ小説、漫画等が出版されていた。また特撮系作品に関連を示す声もある。また、コンピューターゲーム等で、ストーリーにこそ直接クトゥルフ神話は絡まないものの、ネクロノミコンなどのアイテムや邪神の眷属など、一部の要素を切り取って用いられているものも見られる。近年の日本でのクトゥルフ神話の知名度を上げる一因となったものにクトゥルフ神話 TRPG、クトゥルフの呼び声、がある。矮小な人間である、探索者、たちが、様々な、宇宙的恐怖、にさらされつつも生き残ることを目的としてあがく世を楽しむホラー TRPG となっている。さらに、そのシェアワールド的な自由な世界観から二次創作的な広がりを見せ、ゲームやライトノベル、漫画などにもその世界を広げることとなった、今日では幻想、怪奇物の一つのジャンルとして定着しつつあり、パロディ作品なども親しまれている。